はい、本日はですね、こちら僕が持ってるボディバッグ7点をランキング順で紹介していきたいなというふうに思います。でですね、まあ、今回この2ヶ月間ぐらいで僕このボディバッグ7点買ってですね、お前はカバンやかっていうぐらいカバン持ってるんですけども、まあなんか全部黒で購入してて、まああのレビュー用として購入してるので、別にあんま派手な色って多分皆さんイメージつきにくいじゃないですか。だからまあ黒がメインにはなってるんですけども、まあその中でも実際こう使ったりとかしてて、あ、これ7点あったらランキング的にはこの順番やなっていうのが僕の中ではあったりするので、まあそれの紹介をしていくはしていくんですけども、まあ、僕個人的には今までボディバッグでそんな持ってなくて、まあ、なんで持ってなかったかっていうと、あんまり興味なかったんですよね。で、あんまり興味ない僕が実際2ヶ月で7点購入してみて、あ、これはめちゃくちゃ使い勝手いいなとか、あ、こういうのやから俺ボディバッグあんま好きちゃうねんなとかって思ったりする部分があったりはするので、まあ、その辺のお話をしていきたいなというふうに思うんですけども、まあ、僕ボディバッグよりもですね、どっちかって言ったらレインウェアとかそのゴアテックスとかそっち系のが好きは好きなので、まあ、それはそれで別動画で紹介はしてるんですけど、そっちの方が数は多いんですよね。だからボディバッグマニアというよりかは防水ジャケットマニアにはなってるので、まあ、興味ある方はそれ動画説明欄の下に貼ってますので、それを見ていただければいいかなと思うんですけど、まあ、今回はあんまり興味のないボディバッグを実際使ってみて、あ、良かったなと思うのがあったりするので、まあ、それをランキング中で話していくんですが、まず7点先に紹介すると、これがノースフェイスのオリオンっていうやつで、次こっちがノースフェイスの GR ランバーというボディバッグになってて、次これがですね、アークテリクスのマカ2というカバンになってて、でこれが全く同じ形の、次これアークテリクスのマカ1というこれ1の方で、次が、さっきのが2の方という感じになってて、で次にノースフェイスのスイープっていう、ボディバッグ、これ結構有名なんですけどね、があったりとか、で次に小さい、ノースフェイスのグラニュールっていうボディバッグがあったりとか、で次にこれがなんていう名前だかな、忘れたな、これクーラーポーチです。はい、なんていう名前とか忘れたな、まあ、これも防水の、カバンになってるんですけど、まあ、こんなんがあって、だいたいそれぞれみんなですね4リットルとかぐらいの大きさになってるので、まあどれぐらい入るんかっていうのはそれぞれのレビュー動画で紹介はしてるので、まあ、今回は使ってみてどういう風に良かったかっていうのをランキング順で僕の個人の独断と偏見によるランキングになってるのでご紹介していきたいなと思います。もう早速じゃあいきますね。ではですね、この7つのうちの第7位っていうのがですね、こちらのノースフェイスのスイープというカバンになってます。でこのカバンはですね結構人気があって、それこそノースフェイスのボディバッグ何買うって言ったら多分真っ先にこれが出てくるっていうぐらい結構人気があったりはするんですけど、僕も実際これ使ってみて、あ、ちょっとこれ残念やったなと思うことの方が多かったりしてるので、まあ、もしかしてまだボディバッグ購入したことない方とかやったら、多分ノースフェイスっていうと真っ先にこれが出てくると思うんですけど、まあ、それやったら購入する際にちょっと気をつけてもらった方がいいかなと思う部分があったりするので、まあ、それを話はしていくんですけど、まずボディバッグとしてはですね、そんなに特に欠点とかっていうのはないんですけど、実際使っていくとですね、これ使い勝手の悪さというか、まあ、っていうのがあったりするんですけど、まず何かというと、これよくあるんですけど、このジップがですね、この上の部分の生地に引っかかって止まるんですよ。ふって開けようと思うとジップが綺麗に開かないことが多くて噛んじゃうんですよね。でそれって、まあ、噛んでもゆっくり戻してあげてバーって開いてあげればいいやんって思う方もいらっしゃると思うんですけど、なんかボディバッグ噛むのって結構ストレスじゃないですか。でスイープがなんでそういう設計にしてるのかちょっとわからないんですけど、この上の生地がですね、こう生地がこう覆うようになってるのでジップにどうしても噛みやすいんですよね。なので他の今から紹介する7つのカバンにはほとんどないんですけども、このスイープにはそういう欠点があるので、開けたり閉めたりとかこう何回もするときにこう噛んじゃうってなってくるとちょっとめんどくさい。でまあ毎回噛むわけじゃないんですけど、まあ要所要所で噛んでくるところが僕個人的にはちょっとめんどくさいんですよ。だから7位にしたんですけど、多分それでもノースフェイス界の中では一番人気のあるカバンにはなってるんですけど、満足度としては結構低いんちゃうかなって、まあ僕個人的には思ってて、まあ他にもこうジップを開けたときにこうジップジップの作り自体がこう前なんですよね。前に作ってあるので、こうチャリンコとか乗ってかがんでる時とかやったら平気で荷物ガタガタ落ちていくんですよ。なんかそういう部分で言うとちょっと使い勝手的には僕個人的には微妙やったなと思ってて、もちろんこれがいいっていう方もいらっしゃると思うんですけど、僕のランキングとしてはもうこれが最下位かなというふうに思うので、スイープが最下位ということになってます。これもしかしたらちょっと意外かもしれないんですけど、まあ、僕は使ってて全然満足せへんかったという感じになってて、次第6位っていうのがですね、こちらのノースフェイスのグラニュールになってます。これもですね、さっきのスイープと似てるんですけど、ちょっと生地が噛みやすいんですよね。ジップが丸出しになってるわけじゃなくて、ジップの上に生地が入ってるのでヒュッてやった時に噛みやすくなってたりとか、あとまあそれ以外なところで言うと、やっぱこの体に当たる部分っていうのが、まあ、この7つのうちほとんどはクッションがあるんですけど、これだけクッションないんですよ。
だからこうやって当たってたりすると、あ、なんかこれあんまり GU とかと変わらんくないみたいな感じで思ったりしてるので、まあ、その辺が若干ちょっと微妙かなみたいな感じでは思ってて、まあ、もちろんそのこんな試合が厳選して選んだもんなんで全部が悪いっていうわけじゃないんですけど、ランキングをつけるんやったらこの辺はちょっと下位になってくるかなという感じで思うので、まあどうかなっていうところと、あともう一個6位になった理由としては、まあ、容量が 1.5 リットルって言って元々小さい容量になってるんでそれはそれでいいんですけど、長財布がギリギリ入るか入らへんかキーワードいいんですよね。だからもうちょっとだけ広くすれば多分入ると思うんですけど、このサイズ感やとギリ入るかギリ入らんかっていうところの瀬戸際になってるんですよ。だから長財布持ってる人からしたら、あのもうちょっと広げてもらうか、もう逆に諦めてちっちゃくしちゃうかっていう感じでもいいと思うんですけど、微妙に入るか入らんかが分からへんのがこのグラニュールになってるので、まあ、第6位かなという感じでは思っちゃいますね。で次がですね第5位というのがですね、まあこれも個人的な趣味は完全に反映されてはいてるんですけど、こちらのアークテリクスのマカ1ですね。これはやっぱりサイズがちっちゃいっていうのが僕あんま好きじゃないんでしょうね。なので小さい持ち物を持ってる人からしたら多分ランキングってガラッと変わると思うんですけど、僕はあんま小さいこういうものって持たないんで、もうこれに関してはもう完全に通帳入れになってるんですよ。だから通帳が自分の通帳とあとパスポートが入ってて、前には印鑑実印とかが入れてるので、もう本当に通帳カバンとしてしか持ってないので出てくる出番がめっちゃ少ないですよね。でしかも通帳3つ入れてパスポート2つ入れて実印入れたら結構いい容量なんですよ。なのでこれ以上入らへんかなと思うので、容量的にもちっちゃいなと思いますので、ランキング的にはちょっとこれ下位かなと思って5位という感じでなってるんですが、まあ、先ほどのグラニュールっていうノースウェスのグラニュールあったじゃないですか。あれと容量多分あんま変わらないですよね。これが 1.5 リットルで確かマカはもう 1.5 リットルぐらいだったんで、この形は違うんですよ。横に長いタイプかこう正方形なのかっていう形は違うんですけど、やっぱ容量が入らへんにやったら持ってる必要ないやんって僕思っちゃうので、ランキング的にはちょっと低めになってるということになってます。まあ、もちろん両方ともいい部分とかあったりするので、それは別のレビュー動画では喋ってるんですけど、まあ、個人的には使ってみたらちょっとこれは使いにくいなということで、これはもう完全に通帳ケースになっております。そして次にですね第4位というのがですね、こちらのノースフェイスのクーラーポーチになってます。これはいいんですよ。あの正直この防水とかっていうのって使い勝手めっちゃいいじゃないですか。だからちょっとこう出かけた時とかに雨降ってきたりしても使えるし、でしかもこれジップが2つついてるからメイン収納はこっちで使えて、でサブとして鍵とかはこういうところに入れるっていう感じで用途がしっかり分かれてるのでめちゃくちゃ良くて、あ、これめっちゃ使い勝手いいやんとかって思うんですけど、あのランキング上位に入らへんかった唯一の理由としては、僕防水系とかめっちゃ好きやからこれ上位に入れようかなと思ったんですけど、これに関しては経年劣化があるんですよ。だから3年とかしたらこの表面のコーティングが剥がれて防水の性能が落ちちゃうんですよね。だからそれ考えると今現時点では結構満足してるんですけど、先のことまで見越していくと、あーもうこれも寿命が3年かと思うとなんか切ないような寂しいような感じはするんですけど、ちょっとランキング的にはちょっと下になっちゃうかなという感じでは思いますね。でまあこのカバンっていうかこのシリーズ自体が2020年に出たシリーズなんですよ。だからポーチ以外にもあとクーラーボックスとか何個かそういうのがあったりするんですけど、2020年から出たばっかりやからまだまだこれから改良されたりとかして来年も出るんかどうか知らないんですけど、まあ改良はされていくと思うので今後良くなっていくとは思うんですけど、まあこれが出て1年目とするならまあまあ悪くはないんですけど、まあ、長く使われへんっていうところがちょっと残念かなという感じで、これ確か1万1000円か2000円ぐらいするんですよ。だから1万1000円か2000円で3年ぐらいしたら劣化が始まるって考えると、まあ、1年4000円じゃないですか。だから1年4000円やったら、まあまあ高いなと思ったんで、これはまあそういうところで第4位かなというふうに思います。まあ物自体は気に入ってはいてるんですけど。で次の第3位っていうのがですね、こちらのノースフェイスの GR ランバーになってます。これ比較的多分最近レビューしてるかなとは思うんですけど、これやっぱ何がいいかというと、もう防水であの有名なゴアを使ってるんですよね。でゴアって言ってもピンとこへん方もいらっしゃると思うんですけど、もう完全防水の生地になってるのでもう何があっても大丈夫やし、さっきのクーラーポーチとかと違って劣化しづらいんですよ。だから3年でこれ寿命終わりですとかっていうわけじゃないし、まあ極端な話ちゃんと普通に使ってれば5年とか10年とか下手したら持つんちゃうかなと思うので、まあ、これに関してはだいたい1万円ぐらい値段も高いは高いんですけど、まあ10年もし持つんやったら1年1000円やったらまあまあこれはいいんちゃうかなとかって思ってはいてるんですけど、ただ3位になった理由
由としてはですね、僕これめっちゃ好きやから上位に上げたかったんですけど、ポケットが1箇所しかないんですよね。それはちょっといただけへんなっていう感じで、まあ、他にも後ろとかにもあったら嬉しいし、これ後ろちゃんとクッションも入れてくれてたらもっと嬉しいんですけど、まあ、これクッションも入ってない普通の板みたいな感じやし、でジップがこの1箇所しかないから他の小分けできひんしみたいな感じで思うと、これあともう1箇所ジップあって背面クッションついてたらもうダントツ1位やなと思うんですけど、まあ、ちょっとその辺がちょっと残念かなと思います。だから正直これ1万円なんですけど、1万5000円まで上げてもいいからクッション入れてほしいし、もう1箇所ジップ作ってほしいなっていうのがまあ個人的な思いで、これが確か容量 3.9 リットルなんですよ。で 3.9 リットルってめちゃくちゃいいんですよね、使い勝手的に。3リットルから 3.5 リットルから4リットルぐらいってちょうど僕の荷物にぴったりなんで、めちゃくちゃいいんですけど、いかんせん収納がない、そして、こんな体に当たる部分のクッションがないっていうのがめっちゃいいんですけど、まあ、3位やなという感じでは思ってます。だからもしかしたら僕の動画をよく見ていただいている方はもう1位は分かってはるかもしれないんですけど、で2位が何かなっていう感じだと思うんですけど、まあ、1位があれやろうなっていう感じだと思うんで、もしこれがクッション入っててその僕の要望通りであればこれ1位にしたと思うんですけど、まあ、そういうところで3位かなという感じで、不満点が多くなればなるほど順位が下がってくるっていう感じで、まあ、これはちょっと不満点があったっていうことになってますね。で次第2位っていうのがこちらのノースフェイスのオリオンになってます。これはですね結構いいんですよね。何がいいかっていうと、このさっき言ったみたいなこのクッションとかもめちゃくちゃふわふわのクッションが入ってあるし、なおかつ後ろのこういうスマホとか入れるところには両面からクッションが入ってるので、スマホが傷つくこととかもないし、さらにこのメインのジップあるじゃないですか、これピューって開けたら上に向いてるからこう物がボロボロって落ちる心配とかもなかったりするので、もうノースフェイスのボディバッグで何がいいって僕言われたら、もう真っ先にこれ、もうこれがダントツでいいって多分言うぐらいオリオンは結構良かって、なんでスイープがそんな人気なのか僕は分からないんですけど、僕が一番推したいなと思うのはこのオリオンが一番良かったなと思うし、一番おすすめやなというふうには思います。でもこれに関しては不満点何って言われたら正直ほぼないんですよね。でまあ4位3位って防水のカバンやったから、これは防水じゃないんですよ、普通のナイロンやから、まあ、それ考えると防水じゃないことぐらいが唯一の不満点で、それ以外の不満点がもう全くない。容量も確かこれは 3.5 リットルぐらいあったんで、 3.5 リットルやったらもう僕の荷物やったらもうベストっていう感じなんで、夏場とかめちゃくちゃ使えるし、さらに旅行先とかでも使えるので、僕は普段ちょっと出かけるってなったらもうこれが僕のメインのカバンになってるっていうぐらい使い勝手はいいカバンになってるので、ノースフェイスやったらもうこのオリオンがダントツで一番いいかなというふうに思いますっていうことになってるので、まあ、ここまで言うと第1位が何かわかるかなというふうに思うんですが、次第1位に行きたいなと思います。で次第1位がですね、このアークテリクスのマカ2になってます。もうこれはもう不動なんですけど、これ何がいいってもう全てがいいんですよ。でこういう四角の形になってるんですけど、これ長財布も入るし、でなおかつ収納が細かく設計されているので、例えばスマホをこうやって入れるのやったらスマホ入れる、でしかもジップもないからそのまますぐ取れるし、すぐ入れれるし、でなおかつメインの収納にはちゃんと小分けするスペースがいっぱいあるし、でこの前のところにはキークリップもついてて小物が入れれたりするので、もう全ての要望を満たしてるって言ったらこのマカ2やろうなっていうふうに思うので、結構このカバンって最初にブラック買い張って、次になんかカラー、ちょっとオリーブっぽいカラー買い張ったりとかする方も多いらしくて、2色買いとか色違い買い張る方も多いらしいんですけど、その気持ちがもうめちゃくちゃわかるっていうぐらい、このマカ2はめっちゃ良かったなというふうに思ってて、もう今はですねこれ嫁のメインのボディバッグになってるので僕はほぼ使うことないんですけど、ちょっと何やったら色違いで買ったろかなと思うぐらいこれに関しては満足度が高くて、まあそれこそまあこれはもう防水じゃないので、まあ、これで防水やったら無敵やとは思うんですけど、本当に不満点ってそれぐらいかなと思うので、まあ、これは男女ともにおすすめできるカバンかなというふうには思います。まあ、先ほどのオリオンもいいんですけど、これオリオンってちょっとボディバッグ感あるじゃないですか。でもこっちってマカ2の方はちょっとなんていうんですかね、サコッシュ感もあるしボディバッグ感もあって、本当に、まあ、男女関係なく使えると思うんですよね。だから多分、まあ、人気なんやろなと思うし、買った人の満足度が高いんやろなというふうには思うんですが、これでも容量が確か一緒なんですよね。オリオンも 3.5 リットルで、マカ2も確か 3.5 リットルか3リットルで、ほぼほぼ似たような感じになってるんですけど、多分女性はねどう見てもこのマカ2の方が持ちやすいと思うし、まあ、男性やったらどっちでもいいと思うんですけど、まあ
まあロゴも主張しすぎてないところがまた良かったりするんですが、まあ、そういうところでダントツの第一位かなというふうには思うので、ちょっとまた僕もこれ使いたいなと思う時あったりするので、色違いで買おうかなと思うぐらい良かったですし、まあこれも僕再三言い続けてるので、上半期買って良かったものを第一位にもしてるし、これはもう買って不満言う人おらんのちゃうかなと思うので、まあ、これは良かったかなというふうには思います。というので、まあ、多分動画をよく見ていただいてる方がしたら、もう第一位は多分見る前から分かってたと思うんですけど、まあ、こういった順位になってるので、意外と僕は使ってみて分かったんですけど、グラニュールとかスイープって最初に言ったノースフェイスの6位7位のやつ使って結構人気で、皆さん最初に買い張る方多いんですけど、実際買ってみたらあれそんなに良くなかったかなっていうのが、まあ個人的な感想になってるので、まあそれやったらオリオンとかの方が使いやすいかなとかって思ったりするので、まあさらに詳しいメリットデメリットとかっていうのは下のレビュー動画載せますので、そこから見てもらったらいいかなというふうには思うんですが、まあこれは僕が実際使ってみて感じたランキングかなというふうにはなっておりますということになってますので、まあこれからボディバッグ初めて買ってみようかなとか追加で買ってみようかなっていう方はこれを参考にしてもらえればいいかなというふうに思いますし、まあ人によって用途はちょっと違うので、まあ一概には言えないんですけど、まあざっくり2ヶ月間ぐらい使ってみたらこんな感じでしたよというお話になっておりますということになってますので、本日はですね、僕が持ってるボディバッグ7つをランキング順に発表してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。